佐藤雄平、佐藤雄平、佐藤雄平、1947年、昭和22年12月13日隊は、日本の政治家。福島県知事、第62.63代、参議院議員、議員、2期、参議院沖縄及び、北方問題に関する特別委員長などを、歴任した。福島県南会津郡下郷町生まれ、福島県立田島高等学校、 神奈川大学経済学部卒業。大学卒業後、おじにあたる渡辺構造衆議院議員、後衆議院副議長の秘書を長く務める。1998年、第18回参議院議員通常選挙に無所属、民主党、社会民主党、公明党推薦で福島県選挙区から出馬し、初当選を果たした。 2004年の第20回参議院議員通常選挙で再選。参議院では、決算委員会理事、沖縄及び北方問題に関する特別委員長、国土交通委員会理事、予算委員会筆頭理事などを務めた。2006年、佐藤栄作福島県知事、同じ民主党に属する黒葉光一郎衆議院議員の岐阜にあたるの辞職に、 伴う福島県知事選挙に出馬するため、同年10月23日に参院議員を辞職。民主党、社会民主党の推薦を得て、自由民主党が擁立した弁護士の森雅子らを破り、当選した。当初民主党は森を擁立する方向で調整を進めていたが、告示直前に森が自民党からの出馬を表明したため急遽佐藤が擁立された。 2007年3月6日、県議会で知事は一連のデータ改ざんや原子炉緊急停止の隠蔽について、東京電力を批判した上で、県民の信頼が大きく損なわれている原子力政策は国策である同時に、公益事業。技術的に安全が保障され、社会的に安心感を与えることが大事。プルサーマル計画は議論以前の問題として、 プルサーマル計画再開に慎重な姿勢をとった。その後、2009年まで消極姿勢であったが、双葉町、大熊町など原発立地の地元4町が受け入れを決定。また、県議会における自民党福島県連の度重なるプルサーマル導入要求などがあり、2010年8月、東京電力が福島第一原子力発電所3号機、 大熊町で計画していたプルサーマル受け入れを決定。2010年10月の福島県知事選挙では、政党からの推薦は受けなかったものの民主、社民両党の支援に加え、自民党県連、斎藤県事幹事長が、プルサーマル受け入れなど、要望のほとんどを聞い,いただき、政策は一致していると表明し、原子力政策の推進など20項目の政策、申し入れ書を渡すなど自民、 公明両党の県連からの支援を受け、日本共産党公認の候補者を大差で破り、再選を果たした。2011年4月、東日本大震災復興構想会議員に就任。2012年2月、復興庁復興推進委員会委員に就任。3期目の出馬が取り沙汰されていた、2014年10月9日、国事の福島県知事選には、 福島の課題に目処をつけた。復興の取り組みは、新しいリーダーのもとで実施するべきだとして、不出馬を明かした。2003年10月6日、自民党の核燃料税等検討プロジェクトチームは、自治体の裁量で、電力会社に使用済み核燃料税を課すことに対して、代替措置として、発電所内での使用済み燃料の長期保管を、 検討する、要自治体側に要請する、中間報告案を提出した。同案では、使用済み核燃税の拡大は、原子力推進に重大影響を及ぼすと指摘し、不当に、今日、突出した課税が行われる場合には、法改正を視野に入れるとして、自治体側への裁量制限を示唆した。これは、使用済み燃料を、使用済み核燃料貯蔵施設、 最小理施設に搬出せずとも発電所内プールで長期多量に保管することをこれからも過としたものである。2009年2月24日、県議会で自民党の佐藤のリアス議員はプルサー・アマル計画について議論再開を求めた。佐藤知事は慎重の上にも慎重に熟慮を重ねていかなければならないと回答した。3月4日、県議会で 自民党の吉田栄光議員は、凍結されたプルサーマル計画について、東京電力の信頼回復の取り組みについて、地元としては、維持基準を含め評価できる安全確認と保が保障されたとして、議論再開を求めた。同年6月22日、県議会最大会派の自民党は、県内の原子力発電所でプルサーマルを実施しないよう求めた2002年10月の県。 議会意見書を凍結すべきとする見解をまとめ、佐藤のりやす議長に申し入れた。6月23日、県議会で知事は、プルサーマル計画を含め、原子力政策については、県民の安全、安心の確保を最優先に慎重に対応すると、回答した。6月25日、自民党の斉藤健事議員は、自民党原子力発電対策本部会議での、検討の結果、 東京電力との信頼関係は回復したと述べ、県に、プルサーマル計画の議論再開を求めた。2009年8月、衆院選の東北25選挙区の立候補者95人に、対してのプルサーマル計画の是非を問うアンケートでは、自民党は、公認候補全員が実施に賛成、民主党の公認候補は、賛否が分かれ、共産、社民両党の公認候補は、 全員が反対した。10月2日、県議会で自民党の太田光明議員は、我が党は、この間、原子力発電対策本部において、耐震安全性も含め、東京電力及び国の安全、安心に向けた普段の取り組みを検証し、信頼が回復されたものと判断し、プルサーマルを実施しないよう求めた、県議会意見を凍結すべきとの結論で、一致しているとして、 計画の推進を求めた12月7日、県議会で自民党の清水敏夫議員は、プルサーマル計画について、すでに安全性が確保された技術であり、国内第1号のスタートは我が国の原子力史上、大きな意味を持った前進であると我は認識している、として、計画の推進を求めた。2010年6月30日、福島県議会本会議で、 福島第一原発3号機のプルサーマル推進に反対する請願の不採択が多数となった。2010年8月6日、広島平和記念日に佐藤知事は耐震安全性、老朽化対策、10年近くプールに貯蔵したままのモックス燃料の健全性の3点について県が求めた条件が満たされ、 最終的に受けることとしたとして、福島第一原発3号機でのプルサーマルの実施を了承した。これに先立ち、県や地元、有識者らによる連絡会が検証を行い、問題なしとの結論を出していた。プルサーマル受け入れに伴う電源散歩交付金については、原子力発電施設等立地地域特別交付金、総額25億円の交付申請を検討していた。 段階で東日本大震災が発生したため、福島県は同交付金の交付を受けていない。前任の知事で同計画に反対した佐藤栄作によれば、県議会でも安全性に関する議論らしい議論はなかったという。同原発は2011年3月11日の東日本大震災により、国際原子力事象評価尺度7の大事故を起こした。 事故後1ヶ月以上が経過した後も放射線物質封じ込めの見通しは立っていない危険な状が続いている。6月5日には東京電力福島第一原子力発電所からおよそ1.7キロの道路脇の土からもプルトニウムが検出された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。